それに気づいたのは君が僕をすり抜けた時、なかなか起きてこない僕に痺れ切らした君の呼ぶ声、答えてるのにお互い忙しくてすれ違う毎日、積み上がった守れない約束、皆さんの気持ちがどうか届きますように。ありがとうございました。